皆さんこんにちは、一ノ瀬です。今日はですね、俳優部門から、素晴らしいゲストの方をお呼びして、お話を聞いていきたいと思っています。この方はですね、俳優としてもご活躍なんですが、声優、そしてアーティストとしても、ご活躍で、こう自分で道を切り開いていくっていう力がとても強い、タレントさんなので、お話を聞くのがとても楽しみです。では早速お呼びしたいと思います。足立優斗さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ようこそアーティストリートへ。あ、どうも来たかったです。お越しいただいてありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。いやいや、ようこそお越しくださいました。どうも、なんかめちゃめちゃおしゃれじゃないですか。これやばいでしょ。やばいですね、これは。もうせっかくお越しいただいたんで、はい、素晴らしいお話の数々を聞きたいなと。あるかわかんないですけど。いやいやいや、もうめちゃめちゃあるじゃないですか。プロフィールいただいてるんですけど、はい、僕がちょっとこう気になってるところから、はい、切り込んでっても、あ、もう全然何でも答えます。いいでしょうかっていう。今日何でも答えます。ありがとうございます、はい、ちょっと楽しみに。はい、ですね、まずファンの方はね、ちょっとご存知かと思うんですけど、はい、足立ハウスっていう、はい、やってらっしゃるじゃないですか。やってますね。これ素晴らしい活動だと思っていて、はい、ぜひちょっとこう足立ハウスって何なのかっていうところから。そうですよね、はい、なんか足立ハウスってよく英語で書いてあるんですけども、はいはい、足立ハウスっていう名前なんですけども、はいはい、知らない人が聞くと、あ、なんか建築会社なのかなとかなんかそういうのがねなのかなって思われるんですけど、足立ハウスって元々僕足立家っていう、はいはい、ファンクラブをやってたんですよ。あ、そうなんですね。で、いろんな関係があって、そのファンクラブがもうなくなって、で、ちょうど茨城で茨城大使というか、はいはい、観光大使をやってるんですけども。そうですよね。その時に何かこの自分のファンの方々ともっと茨城を結びつけて、なんか茨城をもっと盛り上げる、うん、はいはい、プロジェクトが作れないかって、うんうん、思って作ったのが足立家ってあったじゃないですか。はいはい。これ英語に直したらどうなんかなと思って足立ハウスにしたんですよ。あ、なるほどね。で、当時これ言っていいか分かんないですけど、テラスハウスが流行ってたんですよ。はい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 、はい、ね、なんかテラスハウスが流行ってて、で、なんか僕がやりたいことがすごくおしゃれなカリフォルニアですとか西海岸というかハワイとか、はいはい、どこか海を感じさせるようなものをしたいっていう時に、なんか足立家だとちょっとなと思って、はいはい、で、足立ハウスっていうものして、まあみんなのなんか誰でも入ってこれる、はいはいはい、みんなで作り上げる、すごくいつでも帰ってこれるようなお家みたいなプロジェクトを作りたくて始めたんですけども、はいはい、